今回は、洞窟、老いぼいは、住むと不幸になる家、という話を紹介します。ではどうぞ。当時の俺は、例えば離れているろうそくに意識を集中し続けて、炎を大きくしたり小さくしたりなんてのは、ごく当たり前のことで、誰でもできることだと思っていた。そんな日常の中で、友達の発表会で一発芸も何もできない俺が、その技を恥ずかしかったが披露したんだ。驚くことにみんな歓声を上げた。今では驚くのが普通だと思っているが、そんなことが子供心に嬉しくて、ろうそく以外にも何か動かせるものはないかと、必死に家中のあらゆる、もの、に、意識を集中し続けていた。だが意識を集中させることは、大変神経のいることで、まるで目と目の間に、鉛筆でもぶっ刺したんじゃないかと思うほど、激しい痛みが走る時もあった。以前はそんなに強い霊感はなかった。幽霊と思える影がちらりと目の端に映る程度、狂気のような日常を繰り返しているうちに、だんだんと、霊、に対する、というか、説明しづらいのだが、霊感とか持っている人の特殊な能力が、自分にも備わっていることに気がつき始める。その頃だ、俺が王君と出会ったのは、王君は自分で、霊感がある、と言っていた。クラスのみんなは信じていたが霊感を持っている、という主張だけで、クラスの人気者になっている王君を、俺はそんなに好きではなかった。ある日、王君の家に遊びに行った。家族と挨拶した時に、ふと頭に、本当だったんだ、という言葉が、浮かび上がった。結論から言うと、その王家は遺伝子的に霊感を持つ家族で、お母さんと二人の姉、そして王君は本当に霊感を持っていたのだ。何か惹かれるものを感じ、俺と王君は彼の家族ともども、すぐに打ち解けた。俺たちは学校が終わると毎日のように遊んだ。二学期も、三学期も、その頃には自覚はなかったが、俺の霊感は日に日に増していき、本能的に軽い浮遊霊なら、浄化させてあげられるほどにはなっていた。王家でも俺に霊感、というよりは、特殊な何かが備わっていることは知っていたし、俺からもそっち系の話題は話していた。王の母が言うには、霊感は共鳴し合い、互いを成長させていく、らしい。そんなことを、幼心にとても感心しつつ聞いていた。ある日、王君が俺をばあちゃん家に、連れて行ってくれることになり、俺は興奮したのを覚えている。車に揺られること数時間、子供だった俺たちは友達と遠出というだけで、時間を忘れてしまっていた。ばあちゃんの家は、王の姉曰く、すごいところ、らしい。何でも王家の霊感を持っている人は、ばあちゃんの家に行ったから霊感が宿ったそうだ。あの頃からね、と王の姉は話をしていた。当然そんな話を聞くと、まだ子供の俺は興奮するわけで、王のばあちゃんの家が、普通の民家だった時の落胆は半端じゃなかった。大げさだがそこまで期待していたのだろう。しかし落胆はすぐに興奮へと変わった。裏に洞窟あるけど、絶対近寄るなよ。と、王のじいちゃんに念を押されたからだ。ふり、なんて当時の俺はわかるわけないから、王のじいちゃんも、ただ単に行かせたくなかったんだろう。だが俺は行きたくて行きたくて仕方なかった。王君と河原で遊んでいる時も、ばあちゃんが作ってくれた柏餅を食べている時も、早くあの洞窟に行きたい、という思いが、頭の中をぐるぐるしている。時間というものは、当たり前だが過ぎるわけで、あっという間に夜になった。じいちゃんとばあちゃんが、明日もいっぱい遊ぶんでしょ、と言いながら襖の扉を閉め、1時間は経っただろ、と思う頃に、俺は王君を起こした。実際はおそらく10分くらいだったんだが、何?あの洞窟、行こうぜ。ん?王君は少し考えている素振りを見せたが、そこは子供。すぐに、よし、と言い、懐中電灯2本と手袋を持ってきてくれた。洞窟、ということで手袋は廃炉らしい。洞窟へは意外と近かった。と言っても、興奮から時間を忘れたのかもしれない。それは洞窟というには、あまりに味気ないものだったのを今でも覚えている。大きく開いた穴、中は何角形かの形をした、体育館くらいの広さだった。王君が先頭で俺が後に続き中に入ろうとした。いや、入っていた。俺は一瞬で取り残されたため、理解が追いつかなかった。王君は洞窟に、すでに、入っていたのだ。俺は叫ぶ。おお、どうしてそこに?わからない、助けて。出てくればいいものを、王君は必死に叫ぶ。わからない、出して、助けて。俺は身動きができなかった。今なら確かに見える、洞窟の中の存在に気づいたからだ。俺は何もわからなかった。この世にはこんなおぞましい存在がいるのか?いや、ここはこの世なのか?そう思ったとき、存在、が王君を追った。俺は駆け出した。誰か呼ばないと、後ろで王君の叫び声が聞こえる。頼む、頼むよ。早く助けて。ばあちゃんの家が見えた。
その時、耳元でかすかに O くんが、もうダメだ、とつぶやいたように思えた。ばあちゃん、じいちゃん、O が、O が、泣きながら叫ぶと、ばあちゃんとじいちゃんはすぐに駆けつけて、俺から事情を二言三言聞いたあたりから、ばあさん、神崎さんに連絡だ、と言い、お前はここを絶対に出るなよ。優しく、しかし迫力のある声で言った。そして20分後、神崎さんとじいちゃんは、見たこともない格好をして出て行った。今思うと、神主さんだったのかも。上下スウェットに、着物みたいなのを羽織った感じだった。ばあちゃんは震えていた。しきりに、大丈夫、大丈夫、とつぶやきながら、1時間が経った頃だろうか、じいちゃんと神崎さんが、丸くん、頼むから来てくれ、と戻ってきた。俺は正直拒みたかった。まだ震えが止まらない。神崎さんは明らかに力を失っている。最初見た背中に現れていた黄色いモヤモヤが、今は真っ黒になっていたからだ。もうこの時点で怖くて仕方なかったが、O くんのことを考えると、行かなくては、と思った。洞窟の入り口、中には松明が置いてあり、周囲を照らしていた。真ん中に O くんがいた。思わず駆け寄る。しかし神崎さんとじいちゃんに止められてしまう。あれを直接見てはいかん。すぐに閉じ込めよう。なんで？O くんは、三者それぞれに、自分のこれからの行動を予知するように、声を絞り出す。じいちゃんは、さ、手を貸してくれ。そう言うと俺の手首から上、5センチくらいのとこをつかみ握った。多分血を止めてたんだと思う。神崎さんはじいちゃんの手首を握った。変な姿勢だが、このまま洞窟の真ん中付近まで移動した。じいちゃんが、神崎さん、本当に、すまない。そんな意味がわからない言葉を発して、神崎さんは無表情のまま、始めるぞ。ただ、それだけ。気がつくと朝になっていて、横には O くんが寝ていた。夢、だったのかな？だがそんなことはなかった。手首にできたあざ。じいちゃんが握ってできたあざがあった。俺は飛び起きて、じいちゃんの部屋に行くなり聞いた。どうなったんですか？敬語を反射的に使う。その後も俺は、どうなった？に似た意味の言葉を、に、3回繰り返していた。じいちゃんはただ一言。業を背負って生きろ、丸くん。後で聞いた話なのだが、長いから自分なりにまとめる。神崎さんはその地方でも有名な神社の神主。昔からあの洞窟、祠を守っていた。じいちゃんとばあちゃん、主にじいちゃんは、その祠を代々管理してきた。じいちゃんたちが駆けつけた時、O くんは半ば絶望的な状態だった。神崎さんは、これも己の業、と言い、O くんの身代わりになった。祠にいた、存在、は神に最も近い悪霊らしい。その辺はちょっとわけわからない。ちなみに祠の悪霊は、誰かを媒体として存在していた。今まではじいちゃんの弟が媒体だった。でも O くんと俺が近づいたせいで、媒体は O くんに変わろうとしていた。しかしそこで神崎さんの行動により、媒体を O くんから神崎さんに変えた。記憶が曖昧だが、その時の出来事はこんな感じ。内容が抜けてて矛盾や、作り話みたいになってるところもあるけど、これは8年前に起きた事実。その出来事から、俺の霊に対する神経は異常なほど発達している。今でも俺はたまに怪異に遭います。時刻は夜10時を幾分か過ぎた、とある冬の日のこと。僕を含めて3人が乗った車は、真夜中の国道を平均時速80キロくらいで、潮の香りをたどりつつ海へと向かっていた。僕が住む町から車で2時間ほど走ると、太平洋を望む道に出る。その道をしばらく西に進むと、海岸線沿いに申し訳程度の松林が見えてくる。僕らが今目指しているのは、その松林だった。おいぼいは、松林の奥にそう呼ばれる岩があるそうだ。詳しいことは知らないが、何か黒い岩くつきの岩らしい。おいぼいはを見ること。それが今日の肝試し犬オカルトツアーの目的だった。発案者は後部座席で就寝中の友人系だ。運転席には S、助手席に僕、いつものメンバーだ。車内では噂を仕入れてきた K が、何も語らないまま、車酔いでダウンしてしまっているため、これからオカルトに挑むというのに、緊張感も期待感も何もない。情報は現地に着いてから、行き当たりばったり。僕らの肝試しは大体いつもこんな感じだ。なあなあ、S は知ってるん？おいぼいは、やがて後ろで倒れた K の寝息が聞こえてきた頃、僕は運転席の S に聞いてみた。S はさほど興味もない口調で。いや、知らん。まあ、K のやつが飛びつくような話だからな。ろくなもんじゃないだろ。おいぼいはの、おいぼ、ってどんな意味なんだろ？おぶるってことじゃなかったか？確かな記憶じゃないが、昔ばあちゃんに言われた気がするな。おいぼしちゃおか？とかかな。ああ、何かわかる気がする。ってことは、二
二つの岩が縦に重なってるんかな。雪だるまみたいにさ。知らん。ま、行けばわかるだろ。車は順調に走り、目的の松林に着いたのは、ちょうど夜中の11時になった頃だった。僕は後部座席の軽を起こして車を降りた。松林を挟んで海岸と、反対側には小高い岩山が構えている。道路側から見る岩肌は、人の足で登るのには、苦労しそうな急勾配をしている。別に登るつもりはないけども、足元には針のような松の葉が散らばっていて、夜の木枯らしに撫でられて、ザラザラ音を立てていた。と言っても松は常緑樹なので、枝には青い葉が残っている。寒い、とりあえず寒い。車のライトビーム懐中電灯を片手に、僕は光を松林の中に向けた。S は車から降りてこず、ウィンドウを開いて右肩を外に出し、退屈そうにあくびをしている。隣を見ると、起きたばかりの K もあくびをしていた。目の前の松林には、僕らの乗ってきた車と同じくらい大きな岩が、そこら中にゴロゴロ転がっていた。数えきれないほどではないが、おそらく両手の指では足りないだろう。そのほとんどが、川で見かけるような角の取れた白っぽい岩ではなく、ゴツゴツした形のいびつな黒い岩だった。なあなあ K。そのウイボ岩って、どれなん？僕はひとしきりあくびを終えた K に聞いてみる。全部。え、なに？だから全部。この辺りにある岩は、全部そう呼ばれてんだよ。予想外の答えに、僕はもう一度周りを見回した。オイボ岩とは、予想に反して岩の種類とかそんな話なのだろうか。K がガードレールを乗り越えたので、僕も続いてガードレールをまたいで松林に入る。K は止めた車から一番近くにあった岩のそばで、立ち止まった。その岩は他の岩に比べると角が少なく、たまに近い形をしていた。大きさは縦に2メートル、横に1メートル半くらい。その岩を見て僕は、昔博物館で見た恐竜の卵の化石をふと思い出した。噂じゃ、どっかに手形とか人形が、ついてるはずなんだけどな。人形なら魚拓みてえにさ。この岩じゃないみてえだな、見当たんねえわ。岩の周囲をぐるりと一周して、K はそう言った。しかしながら当然、まだ何も聞かされていないのだから、手形と言われても僕には何のことだかわからない。なあなあ。そのウイボ岩って結局何なのさ。血なまぐさい言い伝えがあるって話だけど、K は僕の方をちらりと見て、クフと一つ笑った。それから、唐突に手に持っていた懐中電灯を、自分の顎の下に当てると、鼻っ柱や頬を光らせながら、どことなく稲川淳、風に語り出した。オイボ岩の、オイボ、っていうのは、実はおんぶするって意味なんですよね。でもほら、この岩は何も背負ってないでしょ？おかしいな、とか思いません。いや、そういうのいいから。オイボの意味は S が言っていたように、おぶる、背負う、で正しかったようだ。僕の言葉を無視して K はそのまま話を続ける。実はですね、この辺りには昔、一風変わった罪人の処刑方法があったようでしてね。ほら、向こうに山があるでしょ？ゴツゴツした岩山。処刑方法ってのはね、あそこで切り出した岩に罪人をくくりつけて、転がすんですよ。山の上から。転がす？私もそれ聞いたときね、思ったんですよ。あ、これ来たな。って、ロープで両手両足、それと首、一つずつ縛るんですよ。一つちぎれても岩から離れないようにってね。稲川淳、じゃないが、僕もそれを聞いた瞬間、ゾッときた。罪人が背負う岩、だからオイボ岩って言うんです。噂じゃそれぞれの岩に一人ずつ、そうやって処刑された、罪人の念が染み込んでいるって話。いやーしかし、人間ってのは怖い生き物ですね。そう思いませんか？そうして K は、懐中電灯の光を、パチッと消して、ライブを締めくくった。話が終わった後も、僕の心臓は普段よりも速いスピードで脈打っていた。そんなバカな。いくらなんでも、岩に縛って転がすとか、そんな幼稚で残虐な処刑方法が、日本で行われていただなんて信じられない。結局は、噂話なんでしょ？僕が言うと、別の岩に行こうとしていた K が振り返る。その顔には、また顎の下から光が当てられていた。さあ、私には何ともわかりませんが、それでも、多くの文献やら古い資料やらにも載っている。噂話、ではあるようですけどね。そう言い残して、K は一人、松林の奥に行ってしまった。僕は K についていかず、この卵のような、自分より少し背の高い岩の横でじっと固まっていた。そんなことが本当にあったのか。僕にはわからない。ただ昔、この辺りは今よりもずっと交通の便が悪く、周囲から孤立した地域だったとは聞いたことがある。だとしたら、僕は想像する。もしかしたらあったのかもしれない。罪人を岩に縛りつけて、山の上から転がす処刑方法が、幾度目か、僕は辺りを見回した。月明かり。見える範囲至るところに黒い岩の影。人を引きこ、した、あっちこ、した。
下、すりこ、下かもしれない無数の岩に、今僕は囲まれている。ゾクリ、と何かが僕の首筋を撫でた。一瞬めまいがして、僕は傍らの岩に両手をついて体を支えた。いかんいかん、僕は想像力が豊かすぎる。目をつむって、ぐらぐら揺れる感覚を平常に戻そうと、意識を集中させる。その時だ。僕はふと、背中に人の気配を感じた。エスかな、と思った途端、違和感を覚える。気配は一人のものではない。K が戻ってきた？いや、K はさっき車と反対方向に行ったはずだ。それ以前に、この気配は二人や三人といったものではなかった。大勢の人間だ。音。おしこ、した息遣い。布同士がすれ合う。砂利を踏む。めまいはまだ続いている。それでも僕は、ゆっくりと目を開き後ろを振り返った。目の前に人がいた。10人、20人、いやそれ以上かもしれない。めまいのせいで視界がぼやけているが、みんな着物を着ていて、顔はミイラのように白い布を巻いていてわからない。隙間から目だけが覗いている。松明を持つ者、丸太を持つ者、縄を持つ者。僕は声を出そうとした。でも出なかった。口に違和感がある。どうやら僕は、猿ぐつわをかまされているらしい。いつの間に、と考える余裕はなかった。猿ぐつわだけじゃない。両手両足も動かない。僕の体は岩にくくりつけられていた。一番ゾッとしたのは、首に巻かれた縄を意識した時だ。なんだこれなんだこれなんだこれ。でたらめにもがく。固く結ばれた縄はびくともしない。周りの景色さえ変わっている。ここは山の上だ。さっきまでの松林の中じゃない。人の動く気配。そこでようやく僕は、目の前にいる人間が、僕をどうしようとしているのかがわかった。僕は今、罪人なのだ。白い布で顔を隠した幾人もの人たちの前で、大牢のようなものが一人進み出て僕に何か言っている。男だと思う。声は聞こえなかったが、かろうじて布の口のあたりが動いているのがわかる。男が僕に一礼した。それを合図に、その場にいた者たちが僕のそばに寄ってくる。太い丸太を持った者が、それを岩の下に差し込んだ。何本もの腕が岩に触れる。やめてくれ。声が出ない。僕はもがく。もがいて、もがいた。ゴン、と何かが外れる感覚。岩を伝ってくる振動。徐々に、徐々に。まるでスローモーションのように、僕は空を見上げていく。仰向け。星。月。そういえば、今日の月も満月だったな、などと場違いなことを考える。空気を裂くような大きな音がした。同時に後頭部に衝撃。死んだと思った。気がつくと僕は松林の中で、地面に仰向けで、大の字の状態で倒れていた。そのまま十分な時間放心してから、僕は自分の状況を確かめる。息が荒い。心臓の鼓動がすごい。頭が痛い。怪我はない、多分。生きてる。よかった、生きている。ゆっくりと状態を起こしながら、僕は先ほどの大きな音は、車のクラクションだと気づいた。S が鳴らしたのだろうか。そんなことを思いながら僕は立ち上がった。懐中電灯が地面に落ちていて、拾うと手を伸ばす。そこで、僕は自分の手のひらに、何か付着していることに気がついた。それは赤黒く粘り気のある液体だった。両の手のひらについている。はっとして、拾った懐中電灯で目の前の岩を照らす。よく見るとそこには、同じく赤黒い液体がこびりついていた。二箇所。ちょうど僕が、めまいを抑えるため両手をついたところに、手のひらを確認する。僕は怪我をしていない。おい、大丈夫か。振り向くと、車から降りてきた S が、ガードレールをまたいでこっちにやってきていた。車ん中で見てたんだが、突然倒れるわ、その後起き上がってじっと岩を見てるわ。何かあったのか？僕は無言で S に手のひらを見せ、ついで岩の手形を指さした。S も無言で見合って、それから岩に付着したそれを指でなぞり、匂いを嗅ぐ。血だな。怪我したのか？僕は首を振る。S は何か考えるような仕草をし、後頭部。とつぶやいた。ついで、触ってみろ。という。僕は言われた通り後頭部を撫でる。激痛。びっくりして撫でた手を見ると、粘り気のない真新しい血が付着している。どうやら後ろに向けて倒れた時に、頭に傷を負ったらしい。幸い大した怪我ではないようだが。そういうことだ。じゃないと、岩から血が染み出たってことになっちまうからな。どうやら S は、この血は全部僕のものだと言いたいらしい。けれども僕は後頭部を触っていない。釈然としなかった僕は、でも、と言おうとしたが、それより先に S が口を開いた。K はどこだ？そこで僕はやっと K の存在を思い出した。確か、松林の奥に行ったはずだったが、近くにはいないようだ。おい、K、と大声で呼ぶが、返事はない。僕と S は顔を見合わせた。二人で探しに行くと、松林の奥、岩の陰で、うつ伏せに倒れている K を発見した。
死んでいると思った。肝が冷えるというのは、まさにこのことを言うのだろう。慌てて近寄り、体をひっくり返して呼吸を確かめる。呼吸は、ある。死んでない。どうやら気絶しているだけのようだった。ほっと息をついた途端、全身の余分な力が抜けるのが分かった。おい、起きろボケ。と、S が K の方をバシバシ叩くが、K は起きなかった。K の身に何が起きたか。僕には大体の見当がついていた。おそらく、K と僕はほぼ同じ体験をしたのだ。罪人となり、岩に縛られて、転がされる。僕は S が鳴らしたクラクションで、こちらに引き戻された。K はどこまで、見た、のだろうか。不意に得体の知れない恐怖が、じわりと染み出てくる。僕はそれをやたらに首を振ってごまかした。ゆすったり蹴ったりしたが、K はいつまで経っても起きない。仕方がないので、このまま車まで運ぶことになった。じゃんけんして負けた僕が K を背負う。脱力した人間というのはすごく重いのだな。そういや、これ、老いぼだな。と、車に向かう間に S がぼそりとつぶやいた。確かにそうだと僕も思った。だからどうしたとも思った。結局 K が起きたのは、走行中の車の中だった。その時僕と S は、明日になって K が起きないようなら、病院に連れて行こう、と相談していたので、突然 K が飛び起きた時はびっくりした。若干車も左右に揺れた。お、だ、は。で、ここは、車の、中か？ K は明らかに混乱していたが、ここが S の運転する車の中だと僕が説明すると、とりあえず落ち着いたようだった。そうして K は僕の方を見やり。お前、あれ、見たか？僕はうなずく。僕が見たもの。K が見たもの。あれ、が何を指しているかは分かりきっていた。どこまで見た？転がり落ちる寸前まで。ああ、そうか。そらよかったっつうか。俺は全部、最後までだ。やばかった。言葉が出なかった。K は、あれ、を全部体験したというのだろうか。僕たち二人の様子に、運転席の S は何か言いたそうな顔をしていたが、結局何も言わず、ハンドル操作に専念することにしたようだ。あれ、は一体何なんだろう。僕は独り言のようにつぶやいた。岩の記憶か、罪人の記憶か。多分、岩の数だけあるんだろうぜ。K はシートの上にあぐらをかき、下方向へと大きく息をつく。途中までしか見てないんだろ？続きを教えてやるよ。唾を飲み込む音が僕自身のものだと気づく。コロンコロン転がって転がってよ。途中で右の手と左の足が飛んだな。正直、漏らしてた。ここでじゃねえぞ。あの中、での話だ。たとえ漏らしたってバカにはしない。僕も怖かった。死ぬと思った。実際、あのまま転がっていたら、少なくとも、あの中、で僕だった罪人は、死んだだろう。しかし、K が次に言った言葉は僕の予想とは違っていた。絶対死ぬだろこれって思った。でもな、俺の岩のやつは、死ななかったんだ。え？転がり終えても、生きてた。だから良かったっつうか、岩の形か転がり方が良かったっつうか、運が良かったっつうか、死んでたら、やばかったな。多分、俺、ここにいねえだろ。そして K はブルブルと体を震わせて、その震えを口から絞り出すように、再度大きく長く息をついた。死んでいたら、やばかった。おかしな言葉だが、言いたいことはわかる。あれ、はそれだけリアルな体験だった。もしも夢と現実の間に何かあるとしたなら、あれ、はその類のものだと思う。長い息を吐き終えた後、K はすっと顔を上げた。大して期待もしてなかったおいぼいわが、まっさかあんなにやべえもんだとはな。僕は深くうなずく。K もうなずく。まったく、いい経験をしたもんだぜ。車内から一瞬、一切の音が消えたような気がした。僕は脳内で先ほどの K の言葉を復唱する。でも意味がわからない。もう一度。それでも意味がわからない。もう一度。当たりも当たり、大当たりぜん。噂広めれば、すっげえスポットになるぜあそこ。あんな風に死にかけるなんて、なかなかできることじゃねえしな。車内にパッと光が灯る。見ると、K が顎の下で懐中電灯を構えていた。いやー、不思議なことって、本当にあるもんですねー。そう言って K は嬉しそうに。うははは。と笑った。S が、このまま病院行くか？と小声で僕に囁いた。僕は力なく首を振る。深夜の病院なんて、絶対喜ばせるだけだって。その後、僕は窓の外を見やりふと考える。もし K が縛られた岩が、死ぬ岩、で、罪人と一緒に K まで死んでいたら、どうなっていただろう。もしあのまま K が、眠ったまま起きなかったとしたら、散々悩んで想像して、僕なりにたどり着いた結論は、それでもバカは治らなかっただろう、だった。多分、僕はまた K を追い越する羽目になるのだろう。僕が吐いたため息は、車の窓にわずかの白い跡を残したきり、すぐに消えていった。
俺んちの隣の物件がシャレにならんのだけど、見た目は普通の2階建て、何の変哲もない家なのよ。借家じゃない。普通の一戸建ての売り屋。でも、そこに住む人々、どういうわけか、みんな不幸になって出ていくのよ。俺が子供の頃、その隣家には、夫婦と小学生男子の3人家族が越してきて、その男子は俺より一つ年上で、隣同士ということもあって仲良くなった。その家族が越してきて2年半くらいした時かな、旦那さんが経営している店が潰れちゃったとかで、借金ができて、その家も売らなきゃいけなくなって、結局どこかに引っ越していってしまった。せっかく仲良くなって、友達でもありお兄さんでもあった、隣の男子と別れるのは寂しかったな。それが小学4年生頃の話。その後、空き家になっていたんだけど、1年くらいして、今度は中年の夫婦が越してきた。高校生の息子がいるらしい。さすがに俺は小学生だったし、相手は高校生だから、その家のことは話はしなかったが、うちのお袋と、その家の奥さんとがすげえ仲良くなって、その後は近所付き合いしてた。でも2年くらい経った時、その家の高校生の息子が、暴走族みたいなのに入っていて、そこでかなりヤバい傷害事件を起こして、逮捕されてしまった。それが新聞とかにも載っちゃったもんだから、大変。それが原因で息子さんは高校退学になるし、傷害事件の賠償問題とかで、かなりの借金も背負ったらしく、それで夫婦仲も悪くなってしまったようで、最後は家庭崩壊。結局、一家離散みたいな形で出て行ってしまった。俺が中学生になった頃には、今度は独身のおっさんが越してきた。サラリーマンだったみたいだが、朝早く出社し夜遅く帰ってくるような人だったので、当然近所付き合いもゼロ。で、そのおっさん、1年くらいした時に、変死。家でぶっ倒れていたのを、何日も出社してこないから不審に思って、駆けつけた同僚が発見したらしい。その後2年くらい空き家になっていたんだけど、俺が高校生の頃には家夫婦が越してきた。子供はいなかった。でもすぐ妊娠がわかり、近所でも、おめでとう、よかったねー、なんて、祝福ムードだった。が、その奥さん、その家で階段を踏み外して転落、流産してしまった。それが原因なのか、夫婦仲が冷めてしまったようで、旦那さんも外に別の女作ってしまったとか、奥さんがノイローゼになって、自分から旦那の悪口を近所に言いふらしていた。結局、離婚してしまったらしい。また空き家になってしまった。いい加減、この辺りで不審に思えてくるが、それでも越してくる人はいる。次に越してきたのは老夫婦。ここまで来ると俺も近所の人たちも、ああ、また、と嫌な予想をしてしまう。で、案の定、2年後に旦那さんが胃がんを発病。しかもかなり進行していて、がんの転移もあったらしく、普通の病院では治療が不可能とのことで、遠くの病院に入ることになって、看病が必要なこともあり、その病院のある町に引っ越していってしまった。ここまで来るとさすがに近所でも評判の、住むと不幸になる家、として、怖がられるようになる。ところが不思議と、なぜかこの家を買おうとする人が後を絶たない。空き家になると、すぐ別の客が下見に来る。どうやら不動産屋が、売り値をかなり安く設定してあるらしいんだけど、まあこれだけ不幸が続いていて悪評判の家だから、値段が安くなるのも当然といえば当然なんだが、しかしそれを怪しまずに、買おうとする人がいるのも事実で、やはり値段にはかなわないんだろうな。直接幽霊を見たとかいう話は聞かないんだけど、絶対に何かの自爆霊とか、取り付いているとさえ思えてくる。つうか、不動産屋もお払いとかしているのか？俺んち含めて、近所の人たちはいい加減、この物件に人が住むことを恐れている。が、それでも下見に来る人は後を絶たない。でもその家を買おうと思って下見に来る人に、この家は住むと不幸になるからやめた方がいいよ、というわけにもいかないし、どうしようもない。その後は同性カップルみたいなのが住んだけど、またわずか半年で出て行った。原因は知らん。ここまで来ると、もう原因なんてどうでもよくなってくる。で、半年前、また引っ越してきたよ。今度は水商売している風の若夫婦。小さな子供も二人いる。その夫婦、ここ3ヶ月前から、やたら夫婦喧嘩が絶えないんだよね。最近では深夜に毎日、怒鳴り声が聞こえる。子供も泣きわめいている。早速、不幸、になる兆候が現れ始めている模様。この分だと、おそらく来年には、また空き家になっていることだろう。次にこの家を買おうとする人、マジやめといた方がいいよ。住むと絶対に不幸になるから。東京郊外で、一戸建ての物件探しをしている人は気をつけてね。下見に行った時、近所の人が渋い顔していたら、その家がそうかもしれないから。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。
ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。